フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。今日本では空前の婚活ブームです。30代ひいては20代の人たちまでもが運命の人に出会うため結婚相談所に押し寄せています。しかしそれにもかかわらずいつまでたっても結婚できず切羽詰まる人もいます。今日はそんな婚活で結婚できずに終わる人の共通点を5つ解き明かしていきましょう。高嶺の花を求める。身長は、180センチ以上で、見た目は、全然普通でいいの。それで、年収は、1000万円は欲しいかな。もし何年も婚活をやっていて、成婚できない場合は、自分のレベルを測り間違えているか、自分以上のレベルの異性を追っている場合があります。人というのは、自分と同等、またはそれ以上の人しか恋愛対象になり得ません。派遣のブスが福山や堀北真希と結婚したいと言ってもそれは不可能です。お金持ちが若くて綺麗な嫁をもらうのはその若さと美貌がお金持ちの資産や身分と均衡が取れたということです。誰もが自分に甘く他人に厳しくしてしまいがちです。婚活では自分の相場をしっかりと見定めて相手に求めるレベルも自分と同じくらいに設定しなければいつまでたっても結婚相手が見つかることはないでしょう。頼る気満々。私結婚したら専業主婦になるの。そうなんだ。男性はこいつ俺に頼って楽をしようとしてるなというのをすぐに見抜けます。そういう女性を男性は毛嫌いします。逆に男性が女性のお金に頼ろうとしたりまたは家事や介護に頼ろうとするのも NG です。誰もが自立した相手を求めており自分が楽をするための婚活はうまくいきません。恋をしようとする。恋をしてからの結婚だよね。結婚するのに恋愛が必要でしょうか。確かに10代20代であれば大恋愛の末に結婚するのに憧れるのもわかります。しかし30代40代で婚活をするのであれば相手と結婚できる条件を明白にしてここが良ければ OK という感じで進めていかなければすぐに50代になってしまいます。確かにたまに婚活で運命の人と出会い雷に打たれたように恋愛が始まり結婚することもありますがそんなことは稀です。恋がしたいのか結婚がしたいのか自分の気持ちをしっかりと俯瞰してみる必要があります。顔が悪い。うわ、こいつ生理的に無理だわ。婚活相談所に来る時点でほっといても人が寄ってくるイケメンや美女が稀であることは間違いありません。しかしだからといって容姿をおろそかにするのは愚行です。歯が黄色い、髪がボサボサ、デブ、臭い、爪が長いなどの基礎的な部分が整えられていないとそもそも女性の生理的に無理ゾーンに入ってしまいます。ここに入ると挽回することは不可能です。無意味な婚活をしないためにもまずは最低限の身だしなみを整えていきましょう。自分ばかり話す。あの、ここまで何で来たんですか？電車です。あの、ゲームが趣味って聞いたんですけど。そうなんですよ。まあゲームって言っても僕が好きなのは FPS っていう銃撃戦ゲームで特にコールオブデューティーが好きですね。あ、でも使う銃はいつもスナイパーばっかりなんですよ。だからコールオブデューティーが好きというよりはスナイパーが好きなんですね。あ、でもたまにはソルトライフルも使えますよ。好きなことには答えるけどこちらには何も聞いてこない、そういう人っていますよね。女性が最も嫌う男性のタイプはこれです。特に女性は話したい生き物なので退屈だと感じる男性とは付き合いたい、結婚したいとは思いません。相手にも興味を持って質問を投げかけ話させてあげる、そういった細かな気遣いが2回目3回目のデートにつながるのです。以上が結婚できずに人生を終える人の特徴です。人事だと思っているかもしれませんが案外そうでもないかもしれませんよ。もし婚活を始めたときはもう一度この動画を見てみてください。今日の授業は終わり。また来てね。